行ってきましたということで先生今回はどこへ行ってきましたかいえどこも行ってですよ <laughs> どこも行けないです行ってないですよ行けないですよ、うん、ということでですね、はい、ちょっと時間的に前後したんですけども、はい、あの七月の終わりにちょっと一、うんえー、個発表がありましたんで、うん、それをご紹介しますがまずモトローラが、うん えっと元アンロックドというイベントを開催しました、はい、オンラインで、はい、何を発表したかというと、はいえっと、5G 対応のモトローラエッジシリーズエッジ20っていうシリーズなんですけどもでこれを実は発表しました。で3機種あります、うん、でもよくありがちなパターンっちゃパターンなんですけど。<laughs> あの元 モトローラエッジ20と20ライトと20プロと真ん中のモデルとちょっとリーズナブルなモデルと。 もう頑張ったモデルと3機種登場します。はい、で3機種とも実は6.7インチの UQL ディスプレイを搭載して、えっと、1億800万画素のイメージセンサーによるカメラを搭載してこれ共通仕様になってます、はいで。ただ中身はちょっとずつ違っていて、はい、例えば一番リーズナブルなライト、うんえっと、モトローラ H20 ライト。これはあのはい 例えばチップセットがメディアテックの、えー、ダイメンシティ 5G、まあ、新しいチップセットですけどこれを搭載してるとか、まあ、カメラは普通の、まあ、普通の使えば変ですけど、まあ、トリプルカメラ、うん、まあでもこれでも結構いいなと思うんですけども、ね、から元とのエッジ20、まあ、これは主力のモデルになりますけどこれはスナップドラゴン 7778G というのを搭載。だからまあ リーズナブルモデルはメディアティックだけど、うん、主力以上のモデルはスナップドラゴンが載ってるというところですね、うん、で、はい、こっちはえっとまあ1億800万画素のイメージセンサーが載ってるのは同じなんだけど、はい、その他に8メガピクセルの高学3倍望遠カメラが載ってる、うん、だからまあ高額3倍なんで、まあ、ちょっと少し寄りの写真が撮れますということで,、はい、で一方一番上のモトローラ h 2 0プロ o、はい、っていうのも出ます。ではい、これは えっとこの高学望遠カメラがもう一段上がって高学5倍、まあ、このほか共通仕様として超高角プラスマクロビジョンカメラっていうのも搭載されてるんですが、まあ、全体的に見て、えっとまあ、モトローのその夏の最近のモデルの流れは継承してるんだけど番組で何度も今までご紹介した元 G シリーズの、うんうんうん 上になりますだからもうちょっとあのスペック的にはいいモデルということになりますけれども、はい、でこのモデルが出てきたのでもう一つ共通仕様としてちょっと注目できるのが前もちょっとご紹介したんですけど例えば初の持ってるギャラクシーもあのテレビに HDMI のケーブルでつなぐとパソコンみたいなメニューが出てきて、うんうん、そこで。 お仕事ががでできたりすするる機能あんこれと同様の機能が載ってるということなんですが、はい、これ実は各社いろいろみんな皆さんいろんなメーカーさんが取り組んでるんですが、はい、でこのレディフォ4は結構まあ強化が図られて前はケーブルが必須だったんですが今回からワイヤレスに対応するとか<ー>接続はね,ねディスプレイの。だから、まあ、スマートフォンをタッチパッドとして使えるだけじゃなくて、はい、キーボードとか、うん、マウスをワイヤレスでつないで 使うことができるだからまあ簡単に言うと例えば僕なんかだと普通に仕事をするのはまあノートパソコンとかで仕事をしつつ今日はちょっと編集部と会議ですって時にはパソコンをなんかもう一個用意するんじゃなくてもうめんどくさいからこれはもうスマホにつないどいてでそっち側でまあビデオ会議をしますと。 資料とかを表示できるみたいな使い方ができるんで、これは結構今後でレディフォームもそうですけど、いわゆるモバイルデスクトップっていうのはこれから新しいスマートフォンの機能として注目されるかなということで、ただしこの3機種発表されましたが、今のところ日本国内で出るかどうかは未定だそうです。え、そうなんです。<laughs> はい。ついつでも多分なんかいずれかのモデルを出してくる気がするんで、まああのデボトロワさんね、リーズのほのモデルは。 結構売れ行きはいいんですけど上のモデルもちょっとねやっぱり力を入れていきたいっていうんで、まあ、出てくると思いますね期待して待ちましょうっていう感じでございますとうん、うん、でそれからもう一つで、はい、これもですねこれはあの8月の頭8月5日に発表になったものなんですけどグーグルからですね、はい、グーグルネストカムからグーグルネストドアベル、うん、っていうのが出てきますとなんでしっ てるモデルではあるんですがいわゆるセキュリティカメラ、はい、監視カメラみたいなやつ、えー、壁とかにこうペッとこうつけたりして、はい、えっとその撮ってる情報はまあスマホで見ることができますじゃあ部屋の中にととか例えばお,こお子ちゃまがいるんだけど、はい、寝てるところを監視したいよねてベビーカメラとかよくあるじゃないですかうん、うん、と同じような感じで ピットつけることができると、うん、とか、あるいはこれ屋内屋外用タイプと屋内用タイプとあるんです、はい、カメラはね。はい、で屋内屋外用は例えば玄関先につけと玄関というかその例えば外を見て,てうんうん、うん、外のね。うんうん、でそれを見て例えばまあなんかガシャーンと外でいたけどな何,何か知らんみたいな感じで見に行ったりとかこ、うん、<laughs> ういうことができますと。で屋内用は先言ったそのまあ子供を見たりとかペットを見たりとかそういうのに使えますっていう形だし。うんうん でそれ以外にもう一つ実はあるのはドアベルグーグルネストドアベルっていうのが出てきますとでこのドアベルは何かするとまさにピンンポだのドアベルそのドアベルを要するに玄関先のところにペットつけとくと「キンコン」って言って「高い便です」って来くるのがでそのそこのドアベルの中にはカメラが入ってますから。 そののカメラの情報はのスマートフォンで見られるんだ,るんだあいつものなんとか運輸さんだみたいな感じで分かるといずれもあの実は Google ホームのアプリでそのまま管理することができてコントロールすることができてえ家庭内に前ちょっと番組でご紹介したことがありますけど Google ネストハブってこのディスプレイ付きの Google のスピーカーみたいなやつがありましたけどまああれがあれば。 そのままそこでパッとそこの画面に玄関に今日来たのは佐川急便さんか大和運輸さんかなんとか運輸さんかあるいは八百屋のなんとかさんかっていうのが全部わかるという仕組みの形になりましと、うんうん、ちなみに屋内屋外用のやつは実はバッテリーで動きますだからいちいち配線しなくていいはい。 しかもデータは全部ワイヤレして飛ぶんでお家の中に w i f i が飛んでればそれを経由して使うことができますうん、うん、一方屋内用に関してはこれは AC アダプター電源アダプター式なんで、まあ、お子様の部屋でもいいし、えー、なんかペットがいる部屋でもいいですけれどもそこを監視するときに今使って普通にコンセントから電源を取って使ってもらうとドアベルタイプもバッテリー式なので<う>まあそれを使うことができますうん、うん、ということですねでちなみにこの Google ネスとかも屋内屋外用は えー、8月26日発売で2万3900円、はい、ドアベルも2万3900円で8月26日発売と一方このグーグルネスとかも屋内用 AC アダプターでつなぐ屋内で使うやつですけどもこれは、えー、ちょっと発売が少し遅れるらしくてですね、はい、数か月以内、まあ、そんなに遠くないみたいですけども、うん、こちらはちょっとお値段がお安くて1万2300円だそうですけれども、うんえー、という形になりますと。 なんだってグーグルさんがすでにアメリカを含め各国で売ってるやつが今度日本に来ますって話したんでまあ非常にそういう意味で言うと導入しやすいだろうでただ日本はまあ実はインターホンのカメラついてるやつが結構普及してる各社いろんな会社さんがやってらっしゃるんでもうそのセキュリティカメラがないような人例えばだから自分で建てた人とかで戸建てるとかだと割とついてるケースは多いでしょうけど賃貸とかだと。 なかったりすることもあるんで、うん、まあそういう人にとっては非常にいいのかなっていうと Google のサービスで使えますからちなみにこれあのこの中の画像を撮った画像とかを保存しておくためのえっとサービスも別個に発表されてますんで詳細は携帯落ちの記事に出てますけれどもあのそのサービスを使って一定期間ちょっと年間いくらだったかな6,000円ぐらいだったかなかかるんですけどまあでもあの。 データもちゃんととバッックアップしてくれたりとか例えば、えっとそうですね、Google ネストアウェアっていうーあのサービスなんですけども過去30日間のアクティビティの動画履歴を保存しておいてくれたりとか何かあった時スマートアラートアクティビティエリア動画クリップの作成共有認識済みの人の検出機能例えば初の顔を僕の家に登録しておけば顔パスで入れます,れますみたいな感じでできるとかそういうこともできますんで、うん、こんなのメニューも用意されてますと。はい とい、えー、いうこででございますの、はい、ちょっとこのネストカムは結構海外でも人気だそうなので番組のちょっとできれば借りてですね、はい、ここでちょっとっあの誰かが禁婚して入ってくるのはちょっと見てみたいなと思いますので<て> <laughs>、はい、ちょっと物が借りられればちょっと、えー、ご紹介したいと思いますの、ね、で皆様ちょっと注目していただければと思います。はい